はい、どうも皆さんこんにちは、GoPro 実況チャンネルです。本日は、4月6日17時44分、ということなんですけども、仕事の帰り道、いつもの山中谷、付近を走行中なんですけども、桜の開花状況どんなものかなというのを、皆さんに伝えれたらなと思って収録しています。天気がねそんなに良くないので、曇りですね曇りの状況なんで、綺麗に映るかどうかは分かりませんけども、開花状況、お花見に行く予定立てられている方にとっては今どれぐらいかなっていうのを参考になればいいんじゃないかなと思ってます。で、山中谷の桜なんですけども、非常に植わってる本数も多くて間隔も狭いので、非常に桜の密集度を味わえるんだろうと思います。で、車で来られる方は周辺駐車場に止められて、歩いて、桜並木を楽しむ、もしくはJR 阪和線山中谷駅がすぐ横にありますので、そちらの方で、来られるっていう手もあるかなと思います。でここ曲がると桜並木の方に入っていきます。昨日も実は来たんですけども、昨日よりも桜の方咲いてる感じが、あります。はい、でここ左ということで、1日でだいぶ開花の方進んでますね。3部、4部、今左が、これが JR 阪和線、になります。4部咲きぐらい、5部咲きぐらいですかね。はい、今日すごく暖かかったんで、一気に咲いたんじゃないかなと思います。でこれ今右手、桜上あると思うんですけども、左側にも同じように桜が狭い間隔で、植わってます。で鉄道好き、また写真好きにとっても、ここは非常に、撮影にするにあたって、撮りやすいポイントかなと思います。今日ぐらいから天気がちょっと怪しいかなというところなんですけども、風も強いですけど、まだ咲き始めということで、花散らしの雨、花散らしの風にはならないかなというふうには思ってます。で左側、ちょうど駅舎が見えると思うんですけども、ここが JR 山中谷駅となります。桜と電車、鉄道ということで、非常にいろいろな写真を見ますけども、綺麗な写真が多くて、僕も一度撮ってみたいなと思いながら、まだ一度も撮ってないんですけども、ここらなんかもう5部超えてますね。はい、比較的広角で撮ると雰囲気とか開花状況難しいところなんですけども、携帯のアプリで見る感じでも咲いてる感じが伝わるかなと思います。この辺までがだいたい桜並木ということで、なってるんですけども、車で来られると非常にこの辺道が狭いので、慣れていない方、大きい車だと非常に苦労するかなと思います。で、JR の駅沿いということで、仕事帰りに寄られても全然見れる時間帯になると思います。夜桜というかライトアップ、キラキラとしたライトアップではなく、おごそかな趣のあるライトでライトアップして、夜店が出てどんちゃん騒ぎっていうされてる方も、ほとんどいないので、純粋に桜を楽しみたい方にとってはこの山中谷周辺の桜、おすすめします。でここで、反対側の、道路沿い、道を挟んでの道路沿いの桜を収録したいと思うんですが、ちょっとここでねカメラの向きを変えようかなと思うので、一旦ここで収録撮れます。はい、ということで、カメラの向き、変えてきました。
横向きということで、普段見慣れない映像が続くと思いますけども、まあ、違った視点ということで、見ていただけたらなと思います。で、車が来てるとゆっくり行けないのでちょっとパスしてもらいましたと。はい。で、左側山中谷駅となってます。ご覧のようにね、駅と桜、鉄道と桜同時に撮れる、観光客も非常にこの時期、多くなります。はい。で、駅舎と駅の入り口ですね。はい、よいしょ。うん、裏よりも表の桜の方が、開花としては、まだ咲いていないつぼみの部分が多いかなと、いう感じですね。で、非常に、桜の花自体も、地上から近いところで咲いてる木もありますんで、まあ、携帯であるとか小さいカメラで撮っても非常に、楽しめる桜になってます。まあ、天気さえ持てばね、この土日結構見頃なんじゃないかなと思ってます。昨日から今日にかけてがこれだけ咲いてるということで、土曜日日曜日、天気も、まあ、晴れすぎるとまたそれはそれで暑いですし、撮影するにあたっても晴れすぎるとなかなか桜難しいところもあるかなと思いますんで、ぜひね、駅からも近いですし、交通のアクセスも非常に、いいかなと思いますんで、ぜひ一度山中谷の桜ご覧になってはいかがでしょうか。はい、それではまた、次の動画でお会いしましょう。